先月行われた札幌オータムフェストで道南の江差町の特産品として販売されたアワビの一部が中国産だったことが分かりました札幌オータムフェストは提供するメインの食材は北海道産にするという趣旨のもと行われていますが主催者によりますと期間中の先月8日から12日まで 江差町のブースで特産品として販売されたアワビの一部が中国産だったことが分かりました12日に会場責任者が衛生管理のため抜き打ちで検査した際に発覚しましたアワビを提供していたのは町が選んだ町内の業者でこの業者は発送ミスで10個から20個の中国産アワビを会場に送ってしまいミスに気づかず中国産アワビを 5、6個販売してしまったと話しているということです町やイベント主催者はこの業者から話を聞くなどして対応を検討しています